しょ、うん、どうもクロスロードラボです。今日届いた荷物はこちらになります。はい、本日ね2本目のちょっと撮影になるんですけど、前回の動画でちょっと飲みすぎまして、さっきね鏡見に行ったらね顔真っ赤だなと思って全然これじゃ今日撮影できないかもって思って、しばらくね、水とか飲んでね顔の赤みが引くのを待ってたんですけど、15分30分ぐらいしたらね、どうですかね、だいぶ引いたかな、ちょっと引いたぐらい、まだ赤いですけど、はい、だからねどうしようかな、飲めるかどうかわかんないですけど、とりあえず開封したいなと思います。はい、結構大きい荷物なんでね、開封して全部飲めるかはさすがにわかんないんですけどね、はい、いやーもうこんなね大きい荷物多分たくさん入ってるんだと思うんですけどありがたいですね本当に。よし、まずは、うん、重い。いやもうほんとね、年取ってくるとね、ぎっくり腰とか怖いですよね。僕もね今まで何回、2回ぐらいはぎっくり腰になったりとか、あとね腰というか背中ね、ぎっくり背中、あれめちゃめちゃきついんですよね。ぎっくり腰よりきついというか、もう首から背中にかけてなので、なるとね全く身動き取れないんですよね。だからなるべく普段ね無理な動きはしないようにしてます。よいしょ。で今回はですね静岡県からいただきました。はい、でどうやって開けるのかな、箱がこれは合体してるんですね。なので多分ここを中間を切ると多分スポッて抜けるんじゃないかな、それとも上から行った方がいいかな。よし、やっぱり、いや上から行った方がいいな、ちょっと危険ですね。で一回ここに置きます。はい、ん、お、手紙が袋に入ってますね。まずは手紙、でわあすごい、すごいです、これはねびっくりですね。ちょっとまず 1,2,3,4,5,6 6本も入ってます。はい、まずパッと見ね、2本はもう特定できちゃったんですよ、上に書いてあるからね。わかんないのからいってみようかな。おっと危ない、天使の誘惑日本芋焼酎、すごい、これなんかラベルが独特、天使の誘惑、なんかすごい純日本のね、この書体とかなんですけど、デザイン書体なんですけど、この天使の絵がねめちゃめちゃ海外なんですよね。なんか若干宗教画に出てきそうな天使ですね。しかも日本芋焼酎って書いてあるんで、海外販売もしてるのかな、もしかしたら。鹿児島県のお酒なんですね、西酒造株式会社なのかな、そうですね多分、うん、ちょっとね読み方とか間違えてたらすいませんね。なかなか、ね、読み方まではね分かんなかったりする場合が多いので。あ、なんかすごい金キャップっていうのかな、こういうの、そうですよね、すごい、これなんかこれすごいですよ、なんかすごい、すごくないですか。ちょっと読んでみましょう。秘蔵酒天使の誘惑、熟成を重ね歳月を刻みました、不思議ですって書いてますね。酒の性は酒が濃厚かつ芳醇な風味の希少な、銘酒に円熟すると蒸発してしまいます。あたかも天使が誘惑しているかのように。なるほど、だから天使なんですね。この天使はウイスキーでいう天使の分け前の天使なんですね。熟成したからこその美味しさがありますよっていう、だけど熟成すると天使がある程度持っていってしまいますよっていうことなんですね。なるほど、天使の誘惑、これはなかなか面白いですね。次はこれすごいですね、こんなにいいんですかありがとうございます。なんかこれはオニカブトっていうのかな、14代ランビキ酒、
オークダル長期貯蔵熟成乱引き蒸留酒 40% これです。はい、乱引きってね、結構こう芋焼酎とか蒸留酒、日本の蒸留酒飲む人にとっては結構あの効くんじゃないかなと思うんですけど、乱引きってあれなんですよね、アランビックって言葉がなまってできた言葉と言われてるんですよね、確かね。アランビックってね、蒸留機のことです。だから乱引きって蒸留機のことですよね、多分。もうそんなに詳しくないんですけどね。すごい高そう、14代乱引き酒。へえ、鬼かぶって原材料は米と米麹で、アルコール分は40度、本格焼酎720ミリ詰めと書いてます。国産米 100% 使用。これどこのお酒かな、んどこだろう、島本酒造株式会社、あ、山形県のお酒ですね。山形県村山市醸造元ね。すごそう、なんか迫力がありますよね、なんか日本とも。はい、次です。次はじゃん、シルバーシール。あ、シルバーシールってボトラーズですよね、イタリアのボトラーズかな確か。なんでしょうこれ、シルバーシール、ハイランドシングルモルトスコッチウイスキーって書いてますね。16年、シークレット系かな、確かもうないんですよね、シルバーシールって。原産国は、スコットランド、スコッチですよね。ハイランドシングルモルトって書いてますからね。なんでしょうねこれ、中身気になりますね。ヒントもないのかな。はい、次です。次はね、白い、んーじゃん、これはボックス、ハイコースト、はい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 、これはどこだっけな、どこかのウイスキーですよねすいません、どこだっけな、スコットランドではないんですよね、どこだろう、書いてないかなダルビー、 This is ダルビー from ダルビーって読むのかな、 The Box Distillery、 あ、なるほど、スウェーデンの、はい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 、記事は読んだことあります、飲んだことはないんですけどね。スウェーデンの蒸留所、ハイコースト蒸留所なのかな、ボックス蒸留所なのかな、これはちょっと後で検索しながら、飲んでみましょう。なんか記事では見たことありますね。そして次、これはね、上からもうロゴが見えちゃったんですよね、ハイランドクイーンね、ブレンデッドスコッチウイスキー、ブレンデッドですね。ハイランドクイーンはね、めちゃめちゃあの安いですよねはい、ブレンデッドウイスキー、僕もね、ハイランドクイーンはそんなに飲んだことないんですよ。何本かね、種類飲んだことありますけど、ほとんど飲んだ、長熟ものはそしてさらに飲んだことなくて、8年は飲んだことあったかな、あったような気がするんですけど、多分ね。でもね、すんごい、何年だっけな、40年ものとか5、60年ものが結構安いんですよね、ハイランドクイーンってね、謎に。そして最後はこちらです。はい、ブラックアダーの、何でしょう、ブラックアダーのアイリッシュシングルモルトウイスキーって書いてますね。アイリッシュなんでしょうね、有名どころなのか。しかもね、カスクストレングスです、多分。はい、 59.6%。 へー、ブラックアダーも結構有名ボトラーズですね、今やね。日本ではガイアフローさんが扱ってますよね。はい、これも書いてないかな、ヒント的なものはどこにも書いてないですね。これで以上になります。すごいですよね、圧巻素晴らしい、すごすぎちゃってもうびっくりしちゃいますけど、ちょっとこれ寄せましょう、この辺までなら入るかな、カメラ入りますね。
ちなみにね、もらったボトルどうしてるんですかみたいなコメントありましたが、あの店でね動画見てきたっていう方にはサービスでね15ミリ出してます。はい、好きなもの、動画で使ったものだったら何でもということで、使ったものね、まだあの動画撮ってないものはちょっと出してないんですけど、使ったものだったら、15ミリサービスで1杯出してます。はい、ちなみにね1杯だけです。どれか1杯、なんでかというとね、1杯ぐらいにしとかないとその後あのもうほとんどタダになっちゃうのではい、なので気持ちとしてはね、どん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 出したいんですよ。あのあれもありますよ、これもありますよってね、ただで出したいんですけども、はい、1人1杯までということで、好きなものを言ってもらえれば、動画で見たあれ飲みたいんですけどって言ってもらえれば出せるようになってます。はい、メニューには載ってないのでね、あのいただいたものは全部、だから皆さんとこう動画のあの動画のあれが飲みたいって言われたらちょっと話を共有できるじゃないですか。そういうことで、言ってください。なので動画見てる方はね。それではお手紙を読んでいきたいと思います。背景クロスロードラボ様、突然のお手紙と品物の送付お許しください。毎回動画を楽しく拝見させていただいております。動画内では丁寧で分かりやすい説明を聞きやすい声で、されていますので毎回聞き入っています。今回送らせていただきましたウイスキーはよく行く酒屋さんで勧められて購入したものです。しかしおすすめの理由が、自分の住む静岡県内にありますガイアフロー静岡蒸留所が、輸入または取り扱っているという味以外の理由でした。かっこすみませんなるほど、いや全然全然、共通点はちょっとね分かりました。ハイランドクイーンもガイアフローなんですよね。こことね、ここで分かりましたね、最後の2つで。ぶしつけながら送らせていただき、もし動画のネタになれば幸いです。そして焼酎の方は麦焼酎を送られた動画を拝見いたしました。自分も樽貯蔵の焼酎を送らせていただきたくなり、大変ベタで、ご存知の焼酎になりますが、晩酌にでもしていただけたら幸いです。ご迷惑おかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。匿名希望、静岡県からの男性の方ですね。ありがとうございます。圧巻のラインナップ、これだけフルボトルの本数が並ぶとちょっとドキドキしちゃいますよねなんかね、こう喋ってたらね、だいぶ酔いも冷めてきたので、気になるものをちょっと開けて飲んでいきたいと思います。はい、なんとですね、1日経ってしまいました。昨日はね、ちょっとあの、数が結構多くて撮影の時間が長くなっちゃったんで、ちょっと予定のね時間が来ちゃってね、撮影を1回中断しました。はい、それで今日は翌日でまたこうやって並べ直したんですけど、今日はね、昨日も言った通りちょっと、いくつか回線して飲んでいこうかと思います。はい、でまず最初にですね、こっちのこの2つ行ってみたいんですよね。天使の誘惑、これはどうやって開けようかな、結構迷うな、こういうの。カッター、ちょっとあえてまた貼ったんですけど、秘蔵酒原風の証って書いてますね、すごい。でこれを取るわけですね。こういうの昔ありましたけど今見ないですね。おー、コルク、あ、出た、ラミネートコルク、なんていうんですかねこれね、とサブローマル蒸留所とかね、あと本坊酒造さんとかが使ってるコルクですね。これいいですよね、なんかこれにだんだん統一されそうな予感がしてきます。はい、これ日本で作ってるのかな、海外のでは見たことないんですよね。よし、いいですね、コルクってとこがいいですよね。でちょっとこれだけあるんでね、少しずつちょっと味見していきます。はい、お、さっぱりしてる、全然なんか癖がない香りですね。さっぱりしてね、それでいてフルーティーなんですよね、なんかもっさり感がないというかね。いただきます。うん、美味しい。これね、芋焼酎ですけどね、全然癖のないタイプですね。これは美味しいな。すごい、8年間長期熟成なんですって、すごいですよね。これはね、芋苦手な人でも全然飲めちゃうやつですね。高そう。1日あったんでちょっと調べとけって話なんですけどすいません、ちょっと全然時間がなくてね、調べることもできませんでした。
なんかね、濃厚さというよりは綺麗にまとまってるんですよね。うん、すごいバランスが良くて、甘すぎず癖も全然なくて、そしてアルコールの嫌な刺激とか全然ないんですよね。度数は何度かな、40度もあります。これね、裏見たらね、おもむろに今見ちゃったんですけど、アルコール分40度って書いてあるんですけど、気合度数 120% って書いてます。めちゃめちゃシュールですね。これちょっと画像を拡大するために写真撮りましょう。ちょっとロックとソーダもおすすめって書いてあるので、軽く飲んでみたいと思います。はい、あんまり飲むとね、この後が悲惨なことになりそうなので、ほどほどに。限定とかじゃなければすごいおすすめしたいんですけどね。あー、これはね、まあちょっとロックだとね、苦味出ますけど、水割りも絶対美味しい感じですね、これは。うん、僕はもう断然ストレートなんですけどね。はい、まあこれはちょっと苦味が出るけど、普段ロックで飲んでる方にとっては全然問題ないと思います。あのウイスキーとか焼酎をね。次にソーダ、ほんとちょっとずついってみようかな。これはあっという間に1本空いちゃうタイプの焼酎ですね。危ないなこれ。あー、美味しい。うん、ソーダは逆にやっぱりこう香りが立つので、芋っぽさがこう際立ってきました。だからより一層こう芋を感じたい人は、ソーダ少なめのハイボールとかがすごいいいんじゃないかなと思いましたね。これすごい美味しいです。へー、いろいろありますね。焼酎はね、正直言って全然詳しくないんですよ。日本酒もね、まあ名前は知ってるとかはいろいろありますけど、これはね正直初めて聞きました。有名なんでしょうね。あのお手紙にも書いてありましたけど。続いてなんかね、ジンジャーエールも美味しいらしいんですよね。ちなみにね、これ天使の誘惑ソーダって書いてありました。まあそのままですけど。いいですね、なんか天使の誘惑って。天使の分け前よりは意味的にはちょっと分かりやすいですよね、日本人にはね。今回もちょっとほんのちょっとですけど、はい、味見したいと思います。いただきます。あー、意外と芋、まあ確かに美味しいんですけど、ちょっとやっぱり苦味が残るかな、ジンジャーエールだと。ソーダの方が僕は好きですね、どっちかというと。ソーダかジンジャーエールで言うならね。でもやっぱりまあ甘いのでね、一杯飲んであとはソーダに切り替えるとかがいいかなと思いました。何杯もちょっとジンジャーエールだと少しくどいかなと思いますね。美味しい。これはちょっと、進めてみようかな、人に買えるならば。はい、天使の誘惑ん、これなんか入ってますね。すごい、なんかこんなのが入ってます。すごいですね、これ。これちょっと説明全部読むのがあれ、ちょっと尺的にあれなのでちょっと端折りますが、長期熟成乱引き酒鬼兜、大森正邦の居城鬼兜城って書いてますね。あ、これね、僕あのすごい勘違いをしてました、さっき、さっきというか昨日の動画でね、あの読み方、これ読み方島本酒造さんって読んじゃいましたけど、ごめんなさい。14代って14代なんですね、あの日本酒の14代なんですね。高木酒造さんでした。すいません、これは申し訳ない。ちょっと改めて前の動画でテロップ入れときます、訂正の。日本酒ではね、超有名な14代の酒造さんが作られたものなんですね。昔当酒造では芳醇無比なる純米の乱引き酒は鬼兜の銘柄にて酒通の方々に親しまれた名酒でありました。昔あったんですね。その伝承された秘伝奥義を持って、ここに幻の酒鬼兜をよみがえらせることができました。なるほど、復刻なんですね。昔っていつぐらいなんでしょうね、これね。ホワイトオクダルに寝かせ熟成させた、いわば日本酒のコニャクともいうべき最高級酒でございます。楽しみですね、これは。日本酒のコニャクっていいですね。
樽貯蔵中に呼吸し、樽外に飛んだ酒成分を神へのお返しと言い、樽内にとどまった酒は神のお恵みと呼ばれる蒸留酒においては樽貯蔵が最高の方法と言われております。へえ、面白い。初めて聞きました。こっちでいう天使の誘惑みたいなもんですね。はい、ウイスキーでいうエンジェルズシェア、天使の分け前。ここに書いてある表現ではね、神へのお返しっていうんですって。なんか日本っぽくていいですね、神へのお返し。で、蒸発しなかった、樽に残ったお酒のことを神のお恵みっていうんですって。なんかいいですね、日本っぽい表現で素敵ですね。まろやかで味わい深い 100% モルトをストレートでお召し上がりいただきたく存じますとのことで、モルト、モルト、米ですよね。原材料米と米麹、米焼酎ですよね多分。もういただいちゃいましょう。はい、今のちょっと文を読むとすごい楽しみになってきますね。神のお恵みですからね。コルク、おー、あれ、やっぱりラミネート最近やっぱりすごい浸透してきてるんですかね。最近というか結構前からなのかもしれませんけど、これもラミネートコルクですね、これは書いてある通りストレートでいただきます。おー、すごい、あー、すごいフルーティーですね。なんだろう、ちょっと梨とかね、そっち系の爽やかなねフルーツですね。リンゴかな、ちょっと奥にね蜜を感じるんで、ちょっとリンゴっぽいですね。いただきます。あー、これは美味しいですね。ホワイトオークの樽で寝かせたみたいなので、やっぱりねホワイトオークの特徴というかバニラ香とかがねしっかり出てますね。これはねウイスキーのようにストレートで飲むものですね。これで十分満足しちゃいますもんね。やっぱり口当たりがね良すぎてね、ちょっと芋とか癖のある焼酎とか苦手な人って多分こう飲む瞬間でもうってなる方多いと思うんですよね。そういうちょっとね引っかかる感じが一切ないんですよね。怖すぎますねこれね。こんなのなんか水のごとく飲んじゃうというかね、まあ、さっきの天使の誘惑もそうですけど、すごい日本を送っていただいたなと思いました。まあ、もちろんあの、ウイスキーメインでね今はずっとこう運営してるチャンネルなので、ウイスキーの観点からこう飲むと多分焼酎苦手な人はね飲めないかもしれませんけど、もともとこう芋焼酎とかね、麦焼酎とか飲んでる方にとっては多分びっくりすると思います、飲んだことない人はね。うちのお客さんもやっぱり芋好きの方とか結構いらっしゃるんでね、やっぱりそういう方に一杯、進めていきたいなと本当思いました。両方ともね、これはすごいな。前いただいた朝倉もちょっとびっくりしましたけどね。今回もねちょっとリンク貼っとくので、他にちょっとうまい焼酎を探してるって方はねぜひ飲んでいただきたいなと思います。まあ臭ければ臭い方がいいっていうタイプの方には向いてないかもしれないですね。2本ともこの天使の誘惑もこの鬼カブトもね、とても上品な甘みとね爽やかさを持ってるので、どぎつい癖を求めてる方には向いてないかもしれません。鬼カブトって結構名前はどぎついんですけどね。次はウイスキー行ってみたいと思います。こんなに連チャンで飲むことなかなかないですけど、ちょっと今回はねまだいけます。はい、体力が残っています。ミュアヘッツシルバーシール、ミュアヘッツっていうのが銘柄名になるのかな、シルバーシールっていうのが多分シリーズ的な名前なんですよね。の16年、ハイランドシングルモルト。これなんかタリバーディンに似てますよね。タリバーディン知ってる方いたら こ, こ,、まあ、ここに出しておきましょう。タリバーディンね。そんなちょっと予備知識ないので調べながら飲んでいこうと思います。はい、それではちょっと検索してみたので読みながらいただいていこうと思います。いや、結構甘くて濃厚、ちょっと焼き菓子系ですね、どっちかというと。なのでちょっとスモーキーさがありますね。スモーキーさとちょっとね甘さがあるので、ちょっと焼き菓子みたいなね感じになりますね。いただきます。あー、なんか最近飲んだような気がするこの味。あ、若干シェリーの感じがありますね。シェリーっぽさ、ちょっと口に残るゴム感というかね。
シェリーなのかな。どこにも樽のことは書いてないんですが、本当にこれタリバーディンなんじゃないかなと思ってきました最近飲んだんで余計。あ、やっぱりね、これミュアヘッツっていうのがこのウイスキーの名前で、シルバーシールがシリーズの名前なんですね。で、フランスのピカール社が所有するスコットランドの蒸留所で作られたウイスキーなんですって。ピカール社ってちょっと間違ってたらあれなんですが、このハイランドクイーンね、ピカール社だと思うんですよね。で、このハイランドクイーンのキーモルトがタリバーディンなんですよ確か。で、ピカール社が所有するハイランドの蒸留所ったらタリバーディン。で、タリバーディンじゃないですかね、これね。多分。多分そうだと思うんですけどね。ちょっとそれは違うっていう方がいたらね、コメントで書いていただけたらありがたいんですが、日本ではかつてブレンデッドのブルーシールが流通していましたが、シングルモルトであるシルバーシールが発売することが決定しましたと書いてあるので、このシルバーシールシリーズが、シングルモルトなんですね。で、ブルーシールっていうのがブレンデッドウイスキー。いや、このデザインがね、もうタリバーディンなんですよね。結構このラベルの感じとかね、隠しきれてないタリバーディンさというか。ちょっとウイスキー関連はね、改めてサブチャンネルで取り上げていこうと思いますので、実はね、サブチャンネルでは1動画につき1本取り上げて飲んでいますので、その時にねコメントとかがありましたら、それを参考にしながら、まあ僕もちょっと検索してみたりとかねして話していこうかと思います。はい。でもさすがにやっぱり16年熟成だけあってね、飲み口はめちゃめちゃいいですね。ちょっと甘いですけど、アルコール感とかは全然ないです。まあ、もう何杯か飲んでるんでね、アルコール感もだんだん感じなくなってきましたけど、うん、美味しいですね。これで値段が安かったらかなりコスパいいんじゃないかなと思います。5000円とかで、5、6000円で売ってるんならまあいいかなとは思いますけど、これが8000円、9000円とかなってくるとちょっと高いかなと思います。まあ、16年熟成ですからね、それぐらいの可能性もありますね。はい、続いてはですね、このダルビー、ハイコーストですね。ハイコーストボックスシングルモルトウイスキー。このボックスってね、ちょっと名前の付け方どうかなと思いますよね。検索したらめちゃめちゃ出てきちゃう系のウイスキーですよね。で、ちょっと検索してみたんですけど、ボックスウイスキーを生産するスウェーデンのボックス蒸留所が、蒸留所名をハイコースト蒸留所という名前へ、ウイスキーのブランド名をハイコーストウイスキーに、変更しましたとのことなので、今はハイコースト蒸留所なんですね。もともとはボックス蒸留所だったとのことです。はい。あ、なるほど。コンパスボックスってね、前ピートモンスターとか出してるコンパスボックスとの混同を避けるためなんですって。あ、すごい。蒸留所のですね、コンサルタントはですね、スプリングバンクとかラフロイグなどの所長を務めたスコッチウイスキーの専門家ジョン・マクドゥーガルさんを蒸留所長に迎えているとのことで、このジョン・マクドゥーガルさんはですね、ブルックラディ、スプリングバンク、ベンロマックでの製造経験を持つとのことです。あ、違う。コンサルタントが、ジョン・マクドゥーガルさんで、蒸留所長は、ブルックラディ、スプリングバンク、ベンロマックでの製造経験を持つスウェーデン出身のロジャー・メランダーさんが務めているとのことです。はい。で、2010年にオープンしたばっかりなんですって。なるほど。ああ、いいですね。そして、まあ、10ミリくらい。くっす。はい。いただきます。ああ、オークダルのバニラですね。だけど濃厚って感じじゃないので、結構爽やかですね。あ、これうまいですね。香りはね、そこまでまあすごい強いってわけではなかったんですけど、飲むとね、割と濃厚でね、もうね、ザ・バーボンダル熟成ですっていう主張がね、すごいです。まあ、そこそこ若さ感じますけど、まあ、散々飲んでるせいもあって、アルコール感っていうのがかなり少ないですね。度数結構高いのかな、これ。あー、やっぱり 46% あります。うん、そこそこやっぱり刺激が口に残るので、少しね、加水すると
いいんじゃないかなと思いました。あ、甘みがめちゃめちゃ増しましたね。うん、ちょっとね、人によってはくどいぐらい甘いので、若干温度を落として甘みを抑えてもいいんじゃないかなと思いました。ロックぐらいにしちゃうとね、ちょっと甘みを抑えすぎかなと思いますけど、一つね、氷をこう入れて少しずつ温度を下げて飲んでいくのもいいんじゃないかなと思いますね。こう冷やさないでね、そのまま。ああ、僕はこれがちょうどいいですね。結構、まあすぐ氷溶けちゃうのでね、冷たい水を少し垂らすぐらいがちょうどいいかなと思うんですけど、うん、やっぱり関わってる人がスコッチウイスキーの製造にね、関わった人たちばっかりなので、めちゃめちゃスコッチですね。うん、まあヨーロッパでもね、まあ北欧だったりとかフランスとかね、もうまあドイツとかもそうですよね、含め蒸留所が結構いっぱいできてきてるって話をよく聞くのでね、あと10年とか20年だったらすごい数になってるんじゃないかなと思いますね。まあウイスキーが世界的に需要があんまり落ち込んでなければの話ですけど、落ち込んでたらまあどんどんなくなっていくんでしょうけどね。これは楽しみですね。これ今かなりね、温度が下がって6ぐらいの温度になってますけど、かなり冷えてるんですけど、すごい美味しいです。はい、だから、ね、ハイボールもとても合うと思いますので、今度ねサブチャンネルの時はハイボールとかで飲んでいこうかなと思います。はい、次です。次はね、アイリッシュで行ってみたいと思うんですが、アイリッシュシングルモルトなんですよね。これノンチルフィルタードでノンカラーリング、まあブラックアダーが出すものは大体そうなんですよね。ドロップオブザアイリッシュ、色濃いですね。これは何ダルなのかな、シェリーダルかな。ちょっとね、検索してみたいと思います。あ、やっぱり蒸留所はね、非公開みたいですね。まあアイルランド系だと蒸留所もそんなにないので、特定はいろいろなところから推測していくと難しくないのかもしれないですけど、とりあえず飲んでみましょう。若そうな原酒ですね。結構アルコールの刺激を感じます、香りからね。いただきます。おお、すごい、これはアルコールの刺激というかね、そもそもね、アルコール度数が高かったですね。今ね、気づかなかったんですけど 59% もありました。だからね、アルコールの刺激は強いのは当たり前だったんですけど、思ったよりね、若い感じじゃなかったです。はい、飲んだらすごい濃厚でね、一気に香りとね、甘みとちょっと担任感みたいなのがね、ブワッと一気にきましたね。ちょっとびっくりしました。あーなるほど、美味しい。結構シェリーの余韻がありますけど、ちょっと渋みもありますね。香りからはね、全く想像できませんでした。香りはね、そんな立ってないというか、アルコール感の方が強く出てるんですけど、飲むとびっくりみたいなね感じでしたね。瓶詰め時期は2018年7月で、333本瓶詰めされてて、日本には60本入ってきてるみたいですね。手に入んないのかな。まあ、あったら一応リンクは貼っときますけど、あ、これは刺激的ですね。甘さとアルコールの爆弾みたいなね破壊力を持ってます。瞬間的なインパクトがすごいですね。それでいてね、余韻も結構長いので、飲んだ感じはね、そんな若い感じじゃないですね。やっぱり、まあ、ちょっと度数も高いので、少しアルコール度数を落とすのにも加水をしてみたいと思います。ちょっとトワイスアップぐらいな感じでね。ああ、少しこう加水すると香りが立ってきましたね。ああ、美味しい。優しくなりましたね。まあ結構ボトラーズってそうなんですけど、ここのね、ブラックアダムもちろん品質にはすごいこだわっててね、無着色でノンチルフィルタード
ということなんですね。まあいつも言ってますけど、ノンチルフィルタードっていうのは、例えばこのノンチルフィルタードのウイスキーをね、寒いところにしばらく置いておくと、ちょっとねもやもやーっと油分というかね、檻みたいなのが浮いてくるわけですよ。それを取り除いちゃうことを冷却ろ過って言うんですけど、チルフィルタード、それをしないことをノンチルフィルタードって言います。そのもやもやっとした油分の中には、やっぱりあのウイスキー本来のね、いいフレーバーだったりとかが含まれているので、あんまりこう取り除くことを良しとしない、ウイスキーマニアの方たちが多いです。はい、まあ、僕はまあ実際こう正確に飲み比べたことっていうのは、同じものでね飲み比べるって機会がないので何とも言えないんですが、まあ、ウイスキー本来の姿ということですね。なんで取り除いちゃうかというと、まあ、クレームの対象になるからですよね。商品としてはなんかモヤモヤしたもの浮いてるって言われちゃうじゃないですか。電話かかってきちゃうじゃないですか、やっぱりね。だから最近はこだわり系のウイスキーはやっぱりね、ノンチルフィルタード、ノンカラードが多いんですよね。まあモヤモヤっとね、こう檻が浮いてきたとしても常温に戻せばねなくなりますから、何の問題もないんですよ、基本的にはね。やっぱりねちょっと加水するのが一番いいかなと思いました。さっきまでねこう刺激的なアルコールの感じっていうのがかなり取れて、このウイスキーのいい香り成分だけがね入ってくる感じなので心地いいです、すごい。これも後々サブチャンネルですね、はい、取り上げてみたいと思います。最後です。まあ、かなり駆け足で来てますけど、最後はハイランドクイーン、はい、なんとか体が持ちました。ハイランドクイーンはね、僕はいろいろ何回、まあ、さっきも言いましたけど飲んだことがあるんですが、ちょっと再確認のためにストレートでいただいて、そしてハイボールでいただこうかなと思います、締めはね。結構嫌なアルコール感みたいなのは少ないのでね、甘みがすごい香ってきますけど、もうだいぶ飲んでるんでね、もうこの辺だと当てにならないですね、自分の、味覚と嗅覚はねもうダメです多分すいませんちょっと飲んでみましょう。ああ、美味しい、十分美味しいんですけど、これ一杯目に飲んでたら全然違いますね多分ね。なんかそんなグレーン感もないですね。これブレンデッドウイスキーなんですけど、すごいね結構シェリー感が強いような気がするんですけど、どうなんでしょうか。ちょっとねハイランドクイーンに関してはいろいろ話したいんですけど、もう酔っ払ってきました、正直。ちょっとハイボールで最後締めたいと思います。このねハイランドクイーンってスコットランドの女王でもあったねメアリークイーンっていう人の名前から取ってるんですよね。クイーンオブスコッツってね呼ばれたらしいんですけど、まあ要はクイーンオブスコッツってスコットランドのことですね。まあこれもねまたどこかで登場すると思いますので、はい、その時にゆっくり。おっとだいぶ入っちゃいました。酔っ払ってると大体多くついちゃいますよね、だからやっぱりねこういうメジャーカップっていうものがねとても重要になってくると思うんですよね。いただきます。あ、ハイランドクイーンってなんかハイボールにすると独特な味、爽快感があんまりないですね、悪く言うと。なんかこう口にまとわりつくシェリー感があるので、なんかさっぱりしないというかね、さっきまで飲んでたストレートの方が美味しく感じましたね。最後はちょっとさっぱりして締めようと思ったんですけど、あんまりさっぱりしなかったです、残念ながら。最後にねすごい重要なことを言うのを忘れてたんですけど、これねあの前の日に撮影して今日だったので、ちょっと重要なことにねこの1日の間で気づいてしまったんですよ。今回ねこのそうそうたるウイスキーを送ってくれた方はね、なんと前回あのポートエレンとか送ってきてくれた方なんですよね。なんか手紙だけを見ると初めて送りました感があったので、なんかこう送ってくれた方に見覚えがあるなと思ったんですけど、その場ではちょっと気のせいかと思ったんですけど、後々照らし合わせてみるとねポートエレンの方でした。ポートエレンローズバンクダラスデューを送ってくれた方ね。あの動画がね今までのあの
届いたシリーズの中で一番の再生数を記録しています。はい、ありがとうございます。あれはね、それぞれまた動画をしっかり作りますので、ちょっと余裕が出てきたらですね、はい、今ね少しずつこう余裕を持たせるために動画もねいろいろ試行錯誤していますので、まあ、余裕が出てくるともうちょっとね動画の方向性も変わってくるんじゃないかなと思いますので、まあ、僕の余裕ですねが変わってくると思いますので、届いたシリーズでまだ紹介してないのはもうしばしお待ちください。そんな感じで今日は終わりたいと思います。クロスロードラボでした。バイバイ。